はい。こんにちは。聞こえてますか？はい、こんにちは。こんにちは。あ、あこれ、れ、七七さんが見つからない。どこに？あ、これはさ、私の声は聞こえてますかね？あ、聞こえてます。あれ？聞こえてますか？聞こえこてまれ、すけど、どこどにこ立っに行ったてるらの？いいとかあるあ、のスかテーな？ジの方に来てくだあ、さい。スペース。ステージ。ステージ。こっち？あれ？あ、いたいた。ここにいた。はい、なんか普通の見た目だから、ちょっと、オッケー。ここでいいのかな？どこで？あ、どうしたらいいんだと。大丈夫です、そこで。あ、どうぞどうぞ。作業が圧倒的に多いよな。どうしたらいいんだろう？あれ？大丈夫でどす。こに行ったらいいんだろもう北海道以外に思いつかなくない？国産の。まあ、あれ、77のさんどこにいるのかな？はい、ここに、あ、ここにいますね。こんばんは。どうしましょう。あ、そう、あ、いと、と、隣に、はあ、い。隣にい作ます。品の前にいらっしゃって。はい、はい。はい、じゃあ、はい。まずこれ、は、確認でいいのかな。願いします。はい。自己紹介あたりからいきましょうか。あ、はい。はい、皆さん、こんばんは。はい。まずは、こんばん七は。七のさんの、よろしくお願いします。なんか止まっちゃった。はい。はい、よろしくおお願願いいししまます。す。はい、お願拍いし手。ま拍手。じす。はい、それすごい。よろしくお願いします。ゃあ、池谷さんとはい。七七さん、よろしくお願いしはまい。す。はい、よろしくお願いします。これ、はい。ここに立ってていいのかな？はい、ステージに立っててくだああ、さよい。ろしくお願大い丈夫ですしか？ます。はい。ぜひ、周りの人は着席でお願いします。すいません。はい、着席。はい。写真の虫眼鏡マークあると思うんで、それで写真を大きくで見てもらえたらありがたいです。はい。写真の右端にあります。右上か。はい。よろしくお願いします。できれば、ちょっと着席でお願いします。ちょっと扱いが、七七なのさん、で、はい。ね、難しいもんね。はい。七七では、はい。バックオフですね、トークルームに、作品がいくつか出ておりますけど、七七さんの、作品についてですね、どんなことをやっていて、この間もリモートワークで拠点されてましたけど、そうです現ね。在地点どんはない、つい感じかなっ最近てま話で。を。あ、はい。すいません。もう一回言ってもらっていいですか？はい、すいなません。はつのい。さんの作品を作られてきた、これまでのいきさつ、はい。ざっくり言っていただけませんか？そうですね。はい、わかりました。そうですね。主には、ヌードを撮っているんですけど、女の人というか、女体ヌードを作品として発表していて、それで、ここにあるように、結構集団のヌードが多いかなという感じです。最近は、特にそういう感じでやっていて、美鈴さんには、質問があるモんでデルすさが、んは一応というか、いつもは、いいですか？3人撮だっ影、たこら、の日にはい、撮影にご協力してくれありるがとうござ女体をお持ちのいます。方、何参加、女体を貸してくだでさいみたいすか？いや、変なわなく感ていいじです。で、すみません。SNS 上で募集をして、それで来てくれた方を撮るみたいな感じでやってます。で、今回、この今見ていただいているのも、全部そういう感じで、一応、大人であることっていうことと、女体を持ってるっていうことが一応条件で、それ以外は特に何もないっていう感じで、来てくれた方を撮るみたいなことをしています。
あ、それ以外にも撮ったりはしてるんですけど、まあちょっと今回はそれをその集合ヌードを集めましたっていう感じですかね。はい。集合で撮るようになってどのくらい時間経ちますか？はい、そうですね。多分6、7、7年くらいだと思います。うんうん、多分。そうですね。最初はもともとは、自分が撮ることはしてなくて、写る側だったんですけど、うん、で自分が女体を持ってるから、その特に人を撮る必要もなく、セルフでいいやと思ってたんですけど、自分を撮った写真、セルフの写真を、展示してる時に、イベントでなんか来てくれた方を撮るっていうのをやった時に、すごい楽しくて、はい、それで撮って、その参加してくれた方もなんかすごい楽しかったって言って帰ってくから、なんかこんなにハッピーなことは やらないといもったいないなという感じで思って、そこから人を撮り始めたっていうのが、多分7年前とかぐらいになるのかなっていう感じ。7年、はい。なるほど。自分でちょっとその時の話ちょこっと聞きたいんですけど、7年前か、はいはい、自分で撮ってみた時の、はい、こう自分自身の感覚、面白さ、面白いなり面白いなって、はいはい、撮る以前に想像したこととか想像してなかったとか全然違ったんですかね、はいはい、その人を撮った時ってことですか？うん、たときに、7年間の中に生まれたこう感情みたいな。ああ、いや、なんか自分の中にその他人を撮るっていう選択肢がなくて、うん、だから全然してこなかったし、やっぱりその自分がモデルをやってきたから、その人と関わるのすごい大変だなと思ってて、で、なんかあんまり必要性感じ、自分だったらどんだけなんか、なんだろう、きついことでもというか、その嫌なことも自分だからできちゃうけど、人に頼むのとかすごい大変なことで、なんか結構その労力が必要だし、自分もその被写体になってきていろいろ思ってることもあったから、なんか人を使うっていうことあんまりしたくなかったんですよね。で自分で完結できるから自分撮るの楽だなって思ってて、だからなんか自分撮ってたんですけど、本当にイベント的にやってみないかって言われて、やった時になんか本当にドキドキしすぎて、もう写真が撮れないなって思ったぐらい楽しかったんですよね。楽しかったというか、なんか興奮したというか、すごいなって思って、でなんかっていうのがあったから、あ、これ何と思って、何ですかこの感情はみたいな感じになって、で自分が撮られてる時は、なんか撮られてる時に楽しいって全然別に特になくて、なんか結構撮られるの大変じゃないですか、やっぱり、まあ、作品とかになると余計にその辛いとか痛いとか寒いとか、なんかポージングとかどういう風にしたらいいかなとか、結構いろんな脳みそだったり体を使うから、別にそれにその状況が楽しいって特にないというか。ただまあ作品に協力していろいろ見て仕上がったものに対してどうのとかいろいろ思うことあるけれども、その撮られてる時に楽しいって別に本当になくて、でもなんかその自分が撮ってる時にみんなが楽しい楽しいって言うから、うん、何それどういうことみたいな感じになって、私は楽しいんだけどみたいな風になったのが結構衝撃的で、それからまあなんか撮られた時にはあまり、はい、自分が撮られてる時には、そう、楽しい楽しいっていうふうに、はい、こうあんまり感じなかったってことを、ね、そうですね、なんか撮られてる時は楽しいということはあんまり感じなくて、どういうふうにしたらいいかなとか、なんかそういう考え、楽しいっていう感情は特になくて、どうしたらいいかなとかそういうこと考えてるから、なんかそれに対して楽しいっていうのは特になかったんですけど、なんかだからそれが結構衝撃的でっていうのがなんかありました、うん、あとはなんかやっぱりこう撮られたいっていう方を撮ってるので、だから楽しいというふうに思ってくれるのかなとか、なんかお願いして撮りたくないというか、参加したいって思って自分の意思でみんなが来てくれることからその作品が始まってると思ってるんで、なんでなんかそれをまあ今後も続けたいなと思ってるっていうところもあるんですけど、
ていう感じ。なるほど。はい、中野さんの作品、はい、ありがとうございます。中野さんの作品を見て独特に感じる、なんかそういったこう、多幸感っていうこととはちょっと違うんだけど、なんかあるんですよね。うん、その場面こう、はい、それって背景がちょっと分かったような気もしました。ありがとうございます。はい、でやっぱあの集団でねっていう時って、こういう話もあるじゃないですか。もう写真とか動向に限らず人がいっぱい集まると、はい、なんか楽しくなっちゃうみたいな、まあ、お祭りとか宴会とかね。はい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 。なでもそういったこともあると思うんだけど、あるかもしれない。結構撮影の現場も和気あいあいとしてるので、なんかなんだろう、本当銭湯みたいな感じで、あのなんかほのぼのとしてるっていうのがあるから、まあそれは多分写真に少し笑われるんだろうなっていうのがなんか思います。そういえばあのここにはないですけど、お風呂で撮った作品もありましたよね。はい、あ、そう、これお風呂で撮ったやつここにあります。この映像なんだろう、これかな、それですとか言って、はい、これです。あ、そうだ、プールと、はい、ちょっとお湯に浸かってないから分かりづらいんですけど、お風呂もありますね。あ、そうだ、お風呂ですね。はいはい、このピンクのやつって、はい、結構ピンクのやつ多いから、この下にあるピンクのやつが初めて大人数を撮った時の写真なんですけど、ちょっとキラキラしてるみたいな感じのピンクの、まあ、横に地列に悩んでるのが初めて大人数撮った時で、その時に本当になんか誰も集まらなかったら自分で自分撮ればいいやと思って、なんとなくツイッターで募集して、そしたら来てくれたみたいな感じでした。だからこの頃は本当になんか写真との構造とかも全然分かってなかったんで、なんだろう、なんか適当に、まあ、写れば野菜がそこにあればいいものは撮れるって思ってるから、だからなんかそんな感じで撮っておりました。なるほど。でもこう、はい、ね、この間はリアルで77さんのところとお会いする機会があったから、はい、ありがとうございます。ちらっと、はい、あの素敵な展示でした。あのありがとうございます。伺ったことなんですけど、あのこの集団でね、あの、はい、撮られているあのことでの、はい、この皆さんのこう、なんですかね、その形って、まあ、それぞれなんかこう、素敵なこう体の向きとかするわけじゃないですか。はいはい、そういうのをこうどんなふうにこうまあ方向づけてるとかね、その自然なのをこう捉えるとかっていうのを、はい、やっとそんな話をしましたけど、その辺のところね、はい、やっぱり興味深いんですよね。田中さん、どうやら、あんま知らなかったからっていうようなことを今おっしゃってたけど、実際どんなふうに、はい、あの進めていくんでしょうね、このなんかナチュラルな。あ、そうそう、でもあのそうですね、なんかあんまり何も言わないかもしれないです。あの最なんだろう、撮り方ですよね、撮っていく段階というか。どうすか、それはなんか、はい、多い人数だと本当にあんまり何も言わなくて、ここに来てくださいとか、なんとなく散らばってくださいみたいな感じで、でなんかほんなんだろう、本当にあんまり何も言わん、最初は言わないけど、だんだんちょっとポーズとかつけてもらったりとか、なんか結構イメージで伝えちゃうんで、なんだったろう、映る人はちょっともしかしたら分かんないってなる人もいるかもしれないけど、なんとなくいっぱいいるから、なんかこんな感じかなみたいな感じでなんかやってるような気がするけど、でもまあ基本的にあのカメラのこと意識しないでくださいって結構言ってます。あの無理だと思うけど、自然を装ってくださいみたいな感じで、結構やってます。だからなるべくこっち見ないでくださいみたいな、カメラがあるっていうことか、あんまり意識しないでみたいな感じはあります。ただなんかやっぱりはい、どうぞおっしゃってください。あ、あのなんか女体好きなっていうか、体が綺麗に見えるように、なんか
姿勢とかはちょっとゆったりします。うん、なんか 猫背にならないとかそういう簡単な、なんだろう、あのこととかは、うん、まあ、ちょっと言うけどみたいな。あと大人数だと普通に重なりすぎちゃうと全然見えなかったりするんで、その辺とかもちょっとコントロールというか、うん、まあ、なんかさせてもらってます、ね。でもそっか、じゃあ具体的にこう、うん、このこっちの方左に向いてちょっと回ってくださいとか、そういうことってあんまり言わないんですね。なんかたまにスイッチが入ってすごい言っちゃう時とかあります。うん、うん、でもあんまり基本的には言わないかもしれないですね。だからなんか学校の先生みたいだなってなんか思ってます。あ、面白いですね。なんか結局の練習で行きますみたいな、そのまるうん、ちょっと少し前に奈々さんが言われた、こっちはあんま見ないようにっていうのは、で、なるほどと思いました、はい、僕。あのカメラがあるっていうふうに、あんまり隠してくれるといいなみたいなことは言うわけです。うん、そうですね。ああ、なるほどと思いましたよ。はい。うん、なんか、やっぱりそのみんなが見てる、一人だけ見てたらとかしたら、なんか結構意味を持っちゃうんで、目ってすごい強いから、うん、なんかこっちを見てる人があのちょっと何人かいたら、そこを見る方も撮った方もそっちを見ちゃうっていうか、作品もそこに目がいっちゃうし、なんか全員がこっち見てくれるっていうのもいいと思うんですけど、それってなんかすごい記念写真とかも全員がこっち見てるの結構難しいじゃないですか。誰かが目つぶっちゃったりとか、なんか誰かが変な顔してたりとか、なんか私変な顔してるの写真撮りたくないんですよ。なんかみんなが可愛い写真を撮りたいと思ってるから、だからなんかあのこっち見てたらみんながこのいい顔なところも難しいしみたいな感じでっていうのはなんか正直あります。だから少ない人数だったらこっち見てとかあるけど、多い人数でこっち見たら絶対反対の人とかいるしなみたいな感じで、で最近は結構男もフィルムカメラで撮ってるんで、あんまりこうなんかレタッチ的なことしないとなると、やっぱりそのなんかあのなんか、うん、こう変な顔とかしてたらそれはもう使えないから、自分の中では、だからなんかあんまりこっち見ない方がなんかこういいなってやってるのもあります。いや素敵。あ、いつもその拝見してると思うんですけど、あ、この人が目立ってるなみたいなことなんだけど、あの全体をコントロールしてこう、なんかこう、まああったかいんですよね、写真はね。でも本当に撮影の現場がめちゃくちゃ平和なんですよね。だから多分それがなんかまあ別にそれを出そうとは思ってないけど、そういうのって出るよなっていう感じでなんか思ってるところがあります。うんうん、いいです。そうですね。あの今回は、いや、作品は大きい、はい、何点出されてるんですか。あ、今回は、4点出していて、あの、なんだろう、4点出してて、あの家で、ちょっと前に、半年前ぐらいに家に引っ越して、家で写真を撮ってるんですけど、それの作品というか、家で撮ってるシリーズをちょっと作りたくて、それの一部という感じです。なんかこんなに作品とか全然大きくなくて、あの普通にいつも自分が作ってるサイズがあるんですけど、なんか本当いつも通りっていう感じになってると思います。はい、じゃあ、あの田さんの今こう増やしていこうと思っていらっしゃる、はい、家で撮ってる集合ヌード作品の、はい、まあ、はい、最もコアなものが4点見える、うん、ね、はいはいはい、うん、はい、そうかな、はい。いや、うん、いや、ますます楽しみで、僕ね割と長い間、はい、あ、そうですね、はい、ありがとうございます。あのあ、そうですね、多分一番最初に東京でした展示を見てもらっているかもしれない。あ、そうだと思いますね。ですよね、アツカバルーのチェキとかのやつとか、そうそう、そうかね、そう、はい、あ、でも今回あとチェキでも撮ってますね。ワイドチェキのなんかもう、でもあのここに展示してある、今この
何ですか、メタバース内のやつでもワイドチキンのものがあって、ワイドチキンも多分好きでよくたまに撮ってるんで、それもなんかやりたいなと思ってたりします。ワイルドチキンの場合はじゃあ それをスキャニングしたとか、うん、そうですね、スキャニングするけど、まあでも基本的には何もしないって、うん、それだけ、それで終わりっていう感じですけど、はい、あ、そうですね、本当にはい、チキンそのもののサイズでの展示じゃないっていう。そうですね、ですね、それもやりたいなと思う。なんか簡単にやっとって終わりで簡単でいいんだっていう、あの別に、うん、はい、それも本当にいいやっていう、いいと思います。ね、小さいフォーマット10人とかね、はい、15人とかだと、うん、そうですね、それめちゃくちゃいいですね、好きですと、その感じが。なんでちょっとまだ貯めて取りためようと思って、あのちょびちょび取ってます。それもなるほどね。はい、ちょっと長野さんの写真のこう、まあ根っこの一つにあのチェキなりね、そのワイルドチェキなりっていうの感じっていうのがあるんだなってので再認識しましたね。あ、ありがとうございます。でもそうですね、チェキをまあなんか、まあ、そうですね、はい、なんでもないです。あ、いや、ね、でも、あ、なんでもないです、すいません。はい、まあ、いや、それそう、わかんない、私の話を、ああ、何かな、私の話聞いてるときに、はい、時々出てくる、その、できるだけこう、入れるっていうのが、はいはい、うん、はい、チェキで得られ、チェキで初期撮ってた時の得られた何かと繋がってるんだなっていうふうにちょっと思ったね。はいはい、うん、そうですね、最初ここはね、とても興味深いですね。はい、もう最初もそんな別に自分が写真を撮ろうと思って撮ってなくて、うん、なんかやれって言われて やり始めたりとか、そのチェキも、うん、その時の台湾でなんか仕事してる人に台湾で陳情するから地域と地域のフィルムが送られてきて、これであなたは自撮りしなさいって言われて、そして自撮り始めたりとかしてるんで、なんか結構流れに身を任せて面白いことをやりたいなっていう感じで、なってる気がします。流れに身を任せる、はい、流れに。大人数の写真も最初は自分が全然大人数撮りたいとっていうのが全然特になくて、なんかそれも人に言われて、うんうん、そういうのやってみたらどうって言われたら、それ面白そうやりたいみたいな感じでやり始めたがハマっちゃいましたみたいな。そうですね。しかし、はい、驚くべき量産をしてますよね、七七さんは。いや、それ素晴らしいなと思って。なんか停滞してないんだもん。もうずっと。そのなんかいい感じにこう流れに任せつつっていうところも。はい、あるのかな。そうですね、なんかあんまり固まりたくない、なんかこう思考が固まる、でもめちゃくちゃ固まってるんですけどね、この写真みたいでもあんま固まりたくないっていうなっていう意識は一応あるので、うん、人の意見はなるべく聞こうと思って、そうしないと、はい、とんでもない頑固になっちゃうのでとは思ってるんですけど。あれ、ところ、うん、ナナナさん今どこに、私はなんか後ろに座ってます。後ろ座って前に行った方がいいのか。あ、座ってたんだ。前に来ちゃった。ちょっと写真を飛び越えてしまいました。いいんですよ。あ、ここ、これ。ああ、来た。これだ。なんか。あ、いました、今。はい。あ、はい、一番、はい、今出演者意識を持っていただいてですね。すいません。すいません。はい。そうですね。はい。ナナさんとはなんとかトークをさせたいけど、まさかこの場所で話すというのが、はいはい、そうですね。いや、私もこのメタバース内っていうのは、そのヌードも展示できるっていうか、その見てもらいやすいのがすごいいいなと思って、 SNS、まあ、Twitter とかインスタとかは全然裸ダメなので、まあ、載せちゃってる部分ありますけど、はい、でもなんか結構、うん、まあ、いろんな止められたりとかしちゃうんで、この空間はすごいなんか結構なんか自分でもテンションが上がります。素晴らしいですね。はい、はい、なのでありがとうございます。パチパチパチ。
僕もやってみます、はい、あ、皆さん賛同のパスタ、違う、あ、私もやる、讃えよう、あ、こうだ、ね、C、 そうです、 C が私、あれ、これかな、踊ったあ、それ踊ってやつですね、はい、なんか私 iPad からやってて、これだ、あ、そうなの、これかな、これだ、 C、 C が、はい、うん、これ、はい、はい、いや、そろそろね、はい、高倉さんのところに行かなきゃいけない、あ、はい、じゃあさ、はい、あきやさん、すごい早い、こんにちは、あの、最後に皆さんにちょっと質問あるかなとか、ちょっとだけ、あ、そうです、はい、質問ある方いますか、はい、誰か、だいたいこれ言う、いなそうなんですけど、そうなんだよね、あ、生田さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、誰か、ぬぬこです、どうも、大阪から見てます、はい、お疲れ様です、はい、すみません、はい、今日の初めて参加したんですけども、無事に何かと入って、はい、ちょっと写真遠目ですけど見させていただきます、本当に綺麗で、なんかいい写真見せていただきます、本当にありがとうございました、すいません、ありがとうございます、展示をもしよかったらいらしてください、うん、はい、また機会がありましたら、すいませんが、また来ていただきます、はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、他どうですか。いなかったら、いないのか。ないじゃない。ないかな。そしたら最後に記念写真撮りましょうか。皆さんステージに来てください。これさっきも言ってましたよね。うん。これスクショが写真なんですかっていうことですか。カメラマンのあそこ伊佐富さんがカメラマンをやるので。どこに。伊佐富さんを見てください。そうそう、そうすると伊佐富さんから見たスクショが撮れます。なんで皆さんステージに来てください。じゃあこっち側に来ればすごい、あ、すごい早い。皆さんステージにお願いします。なんか自分がこう振り向かせるのがわかんないんで、これどうやって。わかんないですね。ね、なんか画面を、画面をですね、こう手みたいなのがマークが出るんで、それをタップしたまま動かすと言って回ります。まあいいかとりあえず踊ったりしましょう、みんな、はい、はい、1,2,3、はい、えいえい、ジャンプジャンプジャンプ、須藤さん、須藤さんいいね、須藤さんいい踊りしてる、須藤さんいい踊りしてる、ウィンさんめっちゃ踊ってる、撮れた撮れたかな、なんかもう、もうちょっと待っていただかない、何、これなんか今気づいたの、こう、いいね。すごい。手を叩いてください。ハートいっぱい出して。ハートいっぱい、あ、ハート、ハート。はい。わあ、いっぱいいっぱいだ。いい？取れた？いっぱい取ってるね。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。展示もよろしくお願いします。皆さん展示、六本木の展示も見に来てください。じゃあ次は高倉大輔さんの部屋に。あ、ここです。これです。この。すごい。ここ。はい。はい。